まもなく右方向です。36分です。こんにちは。クリスマス、クリスマス焼肉、マイズルの焼肉はランチが7キュッパ。しかしトラック止めれるけどな、パン3つ食べてしまったからな。パンなんか買わなきゃよかったみたいなね。いっぱいやけど、焼肉やったら食いたいね。さっきの焼肉屋のところ右に曲がりました。あの焼肉屋曲がる前の道路、あの道路が国道27号線でした。27号線、 T の字になってるところね。あの十字路じゃないですよ、三叉路ですよ。でそれを敦賀の方に向いて右曲がりました。敦賀から舞鶴の方を向くと左になります。でこの道路まっすぐ2キロぐらい走るかな。2キロぐらい走りますと左手に舞鶴東インターが出てきます。高速道路入り口です。今回は舞鶴若狭道の舞鶴東インターからサンタ西インターまで、終点の横川ジャンクションの一つ手前、もう最後のインターチェンジになります。そちらの方まで行きたいと思います。1時間半、ちょっとかかるな。97キロあるんでね、1時間半で行くかな。そんなフルコースでね、案内しなくても、もう何でしょう、舞鶴道のご案内でしたら、以前1つか2つか上げてるので、綾部ジャンクションぐらいでやめときゃいいのかなみたいな気もあるんですが、ね、ちょっと編集するのも1時間半となりますと3倍かかるとして、4時間半ぐらいかかるかな、編集してアップロードするまでに。動画一つで。そういうのを今日は2本撮っております。行き帰りで撮っておりますので、ね、4時間半2つで9時間か。今日撮影した分3時間ほどの動画をアップロードするのに9時間かかるかみたいな、ちょっとね、考えただけでも恐ろしい大変なことなんですが、まあいいでしょう、撮影しましょうか。15分ぐらいでね、何倍速とか言って、他に高速道路走ってる動画上げられてる方は倍速で回して、見る方が飽きないようにとか、ずっと等速で走ってますと、ね、1時間半かかるとこだったら1時間半見ないといけないのかみたいになるんで、3倍速やったら1時間半でも30分で見れますよねみたいなことで、倍速かける方が多いと思うんですが、私の動画は倍速しません。私みたいな編集素人でも、一応私の使ってるアプリ、モザイクのかけ方とか、P の入れ方はわからないけれども、倍速のかけ方だけはわかるんですよ。だもんで、スピード早送りとか、遅くしてみたりとか、そんなんは、まあ、できるんはできるんですが、やめときます。等速で、実際に走ったらどうなのかっていう動画にしていきますので、ちょっとこの拡大やったら道路見えてないな、これね。もうちょっと左？じゃあ。
はい、倍速しません、等速で流しますっていうのと、あと今日はいつもと違いましてちょっと拡大してあります。いつもが拡大も何にもしてない分なんですが、今日のは拡大してます。ですからね、さっきみたいに全然関係ないところが映って、道路が映らんみたいなこともありますね。あと天気が良すぎて、しかもこれ逆光みたいなね、こうなってくるとフロントガラスに私の姿映り込んでしまうみたいな、出演 NG みたいな感じなんですけれども、まあまあ、あんまり映り込みが激しくてちょっと見るに耐えんなってなってたら、文字で隠します。モザイクの入れ方がちょっとわからないというか、ちょっと今使ってるアプリではモザイク入れれないですわ、私の技術では。入れ方あるんかもしらんけどね。だからモザイク入れるということはできないので、文字で弾幕でごまかします。やっぱ映ってるね、これこの手とかでもこう映るっていうかね、こう隠します。引っ込めました。映らないための努力。はい、木の下トンネルが 980m。 ちょっと角度悪いかこれね。え、現在時刻12時42分、現在のこの1車線の区間は制限速度70キロかと思われます。インター入るときに時間読みすればよかったですよね。すみません、ちょっとびっくりしておりました。はい、84.3キロポスト。この 84.3 減りますよね。 84.284.1 ときます。はい、この 84.1 どこからかと申しますと、横川ジャンクションです。この先あと84キロ行きますと終点になります。舞鶴若狭自動車道の終点まであと84キロということになります。終点は中国道にぶち当たります。中国道ぶち当たって右に行けば岡山、広島、山口方面、左に行きますと神戸、宝塚、大阪方面ですね。天気いいですね。現在の気温10度くらいありますね。今日暖かいですね。12月25日クリスマス、まあ、水曜日、もうこの年末になって舞鶴が10度も気温あるっていうのはこれ普通なんかな。来年にならないと雪降らないかな。まあ舞鶴は昼間走っても雪のイメージしかないんですけれども、あったかいですね。今年があったかいでしょうかね。こんなもんですかね、例年。そんなにしょっちゅう来るわけじゃなくてね、雪が積もるようなこういう時期になったらわざわざうちの会社に注文が来るのかなみたいな。雪の時期なんか誰も走りたくないから、普段よそが夏場とか走りやすい時はよそが走ってて、で冬の雪の時期になったらよそが雪なんか走りたくないもんだからうちの会社に回してくるみたいな、そんなことではなかろうかと。だからね、あんまりまあないことはないですよ。うちの社内で毎日あるかどうかわからんけど、まあ、毎日のように誰かしらは走っていて、1台でも2台でも走ってて、まあ 4,50 台あるとして、まあ、その1台に当たらなければずっと来ないみたいな。たまたま大阪で住んで大阪ばっかり配達行けるとか言ったら近場ばっかりっていうことになりますけどね。近かったら楽なのかというとそうでもないです。何回も走らないかんので、今日はこれ2回目です。
大阪堺で積んで羽曳野の方に一旦下ろして、もうすぐ近くです、20分30分のところですね、下ろしてもう一回堺で積んで、堺で積んだやつを舞鶴で下ろし、で帰り道三田で下ろします。どんな積み合わせや言うてね、もう方向が違うやないかみたいな、行く途中に下ろしたいんですけどね、そんなんやったら三田でほとんど降りるんですよ。8割7割方は三田で降ろす荷物です。これ積み合わせの舞鶴で降ろす分が、まあ3割ぐらいかなという感じなのでね、先に三田の方寄っておれば、舞鶴に来るのも3割だけ荷物積んでそのまま走ればよかったら、まあ荷物軽かったら運転楽なんですよ。トラックの方はよくご存知かと思いますが、空車、まあ、空っぽやったら空っぽで、軽すぎたら今度、スピードは出るんですけども、ほんでブレーキかけてもよく止まります。ほんでカーブもちゃんと曲がれるんですが、ただね、空っぽの時何が辛いって、バンバン跳ねるんですよね。足回りが硬いんで、荷物積んだ時に、ちゃんと走れるようにっていう風にトラックになってますんで、だから最大積載量、例えば15トンぐらい積んだとして、でその15トン積んだ状態できっちり走れるようにっていう足回りの硬さなので、それが空っぽになって15トンが0トンもう0キロになってしまうと、車の車両重量だけになってしまって、軽すぎるから荷重がかからなくてホイールスピンしまくるとか、まあ、濡れてる路面でしたら全然ホイールスピンばっかりして前進まないとか、であともうちょっとでも段差があったらもうバーンと跳ねてしまうとか、まあ、軽くなったら軽くなったでしんどさはあるんですけれども、でも遠くに配達行くっていうのを思ったらね、もうちょっとでも軽い方がそれは走りやすいですよ。特に舞鶴路とか上り下りが結構きついんで、まあ、トラックの場合荷物たくさん積んでますと上り坂も上らなくてしんどいっていうのあるんですが、下り坂は下り坂でちょっと重たくて止まらないみたいな、もうスピード乗ってしまったらどんどん加速してしまうっていうね、もう上っても下ってもトラックはしんどいんですよね。だからまあ荷物は軽いに越したことはないんで、三田と舞鶴の積み合わせを大阪から出発するんであれば、手前にある三田を下ろしてから舞鶴っていうのが定石なんですけれども、一応時間指定というものがありまして、2時から4時の間につけないといけないんですよ、その三田の方がね。まあ変更の配達先で、変更といいますか偏屈じじいというかね、客の悪口言って申し訳ないけれども、こんなあんなとこ潰れりゃいいのになと思いながら毎回配達行ってるんですが、ね、時間通りにドンピシャで1分もずれずに行ったところで何かしら文句言うんですわ。はい、 77.7777 のキロポストです、横浜ジャンクションから。はい、失礼しました。舞鶴西まで1キロ、12時49分でね、その三田の偏屈じじいのところなんですけれども、時間守っていっても何かしら重箱の隅をつつくというか、荒を探して嫌事を言うというかな、気持ちよく仕事をしないというか、なんか出入りの業者に対して嫌事一つ言わんと気が済まへんみたいな、偉そうにせんと気が済まへんみたいなね、そういう嫌なお客さんです。でそういうところに遅れて行ったりするとですね、弱みができてしまうんですよ、こっちがね。10分でも遅れたら、なんで遅れたんやとかいうこと言われだしたら、もう頭上がらないですよね。でそういうのは避けたいので焦っておりますけどね。はい、 76.6 キロポスト、12時50分は舞鶴西出口、舞鶴西インターチェンジの出口です。 76.4 キロポスト、12時50分、舞鶴道南行き、横川ジャンクション向きで走っております。片側1車線の区間は制限速度70キロです。 76.2 キロポスト超えました。この先合流があります、注意してください。はい、舞鶴西インターの入り口合流です。でちょっとね、これ2車線とかもわかんない、すぐサマー絞り込みますね。これも早めに寄っとかんと、右に並ばれたらもう右に車線変更できなくなるんで、
はい、工事区間なので制限速度は70キロなんですが、速度が50キロに規制されております。工事区間なんでね、速度落としましょう。はい、黒谷枕トンネルが 2210m です。長いトンネルです。ちょっと鼻詰まってきたね。すいませんね、自分で毎回動画編集しとってもこいつ鼻詰まっとるなと、聞き苦しいぞみたいなことにはなるんですが、皆さん大丈夫でしょうか。自分でも聞き苦しいなと思いながら編集しておりますが、ご容赦ください。もうこれ、ね、どうしようもない。もう鼻どつくわけにいかんしね、自分でね、鼻血たらーっとしながら喋るわけにいかないんで。はい、あと息子も言いましたが、このギコ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 いうこのきしみ病、この病気、これさて何でしょうっていう問題なんですが、これはいすゞのトラックの仕様です。こういうものです。いすゞのトラックというものは足回りはふにゃふにゃやし、椅子はギコギコやしみたいな、もう昔からそうです。もう新車に乗ってもこんな感じです。この今私が今日乗ってるいすゞのトラックは828,327km 走っております。今まで動画で紹介させてもらってるうち、いすゞのトラックですと言うてる分に関して、同じトラック乗ってないですわ。いすゞのトラックね、10台か20台かあるんですよ。ちょっと数えてないんで何台あるかわからないけれども、で毎回違う車乗ってます。どの車乗ってもこんな音がします。これがいすゞやと思ってください。三菱ふそうも日産の UD も、日野トラックも、日野自動車かね、他のメーカーこんな音しません。いすゞだけです。もう早押しクイズみたいな感じでいけるっちゃいますかね。覚えて、一度覚えていただくと忘れられない感じですね。はい、片側2車線の区間になりました。2車線区間は80キロです、制限速度。1車線にまた絞り込みますんで、いずれ1車線になりますとまた70キロに落ちます。はい、今現在 72.7キロポスト、 72.7 キロポストで、綾部ジャンクションまで4キロ、綾部インターまで9キロです。大阪115キロはどうでもいいね。横川ジャンクションまで何キロかっていうのを言うてほしいなと思ってたんですが、このキロポストが横川ジャンクションまでの距離だということが今日はっきりしましたので、やっぱりどこまでの距離やねんと思っとったんですけど、いつも気にして走ってなかったんですけど、今日は気にして見てみたら、やっぱ横川ジャンクションですね、これね。はい、横川ジャンクション舞鶴若狭自動車道終点まで72キロ、残り72キロです。どんどん減っていきます。71.9、71.8、このように減っていきます。はい、綾部パーキングまで1キロです。令和元年2019年12月25日水曜日、クリスマス12時54分になりました。 71.5キロポスト、舞鶴若狭自動車道南行き、横川ジャンクション方面、神戸大阪方面行きです。鼻詰まってるけどね、なかなか早口で喋るでしょ。これはね、メンタリスト DAIGO さんの真似をするというかね、一応そういう意識でやってるんですよ。早く喋った方がいいみたいなね、詰め込め詰め込めみたいなつもりで。はい、綾部パーキング 70.9 キロポスト、綾部パーキングエリア、この先こちらはトイレぐらいしかないのかな。自動販売機見当たらないね。トイレぐらいしかないかもしれないね。寂しいところですね。はい、綾部パーキングを越えましたら、綾部ジャンクションまで2キロと看板出ております。 70.3 キロポストなので、ここから2キロ引きますと68キロポストぐらいに綾部ジャンクションがあるのかなと。綾部ジャンクションからは京都縦貫道に入れます。京都縦貫道、北の方に向いて走りますと宮津の方に行
きます。宮津天の橋立の方ですね。あちらの方に行きます。で反対方向、南の方に向かって走りますと、丹波と亀岡、まあ、あの辺抜けまして、まあ、長岡京とか大山崎とかあっちの方抜けますね。およそ1キロ先、分岐を、まあ、終点大山崎で、あの名神高速などに見たります。あの大山崎ジャンクションというのがございまして、名神高速の大山崎ジャンクションにぶち当たり、京都縦貫道からその先刑事バイパスとなって、この滋賀の方に伸びていきます。まあややこしいね、こんなとこにいて刑事バイパスの話しなくていいね、別にね。まもなく、はい、69キロポスト、12時56分、綾部ジャンクション 500m、 制限速度80キロの道路です。ちょっと遅いね、70キロ切れてるね。抜きに行ったら抜けないか、2車線の区間もうそろそろ終わるんちゃうかな、嫌やな。はい、綾部ジャンクションです。京都縦貫道行かれる方左に出てください。68.4 キロポスト、68キロぐらいですね、大体言ってたように。68.4 キロポスト、京都縦貫道に、綾部ジャンクションから接続いたします。はい、こちらの入り口は綾部入り口ではございません。京都縦貫道からの合流になります。綾部インターはまだこの先4キロぐらい先ですね、4、5キロ先です。はい、武戸部パーキングエリアまで18キロ、武戸部パーキングエリアは福知山市ですね。12時57分になりました。 67.7 キロポスト、綾部インターまで3キロ、福知山インターまで14キロ、大阪まで110キロとなっております。制限速度2車線の区間は80キロの道路。綾部インター越えるまでは2車線が続くのかな。綾部インター越えたら福知山まで1車線になるのかな。で福知山を越えますと、もう1車線ではなくなって、ずっと2車線になると思います。最後の1車線の絞り込みどこでしょう、ちょっと把握してませんけどね。はい、城山トンネル 520m、 いつもよりちょっと拡大して、あのズームで撮影させてもらってるんで、トンネルもちょっと大きく映ってますよね。どっちの方が見やすいんかなっていうのはちょっと帰って編集して、まあ、60インチの画面で見てみて、それで検討します。66.4 キロポスト、下り坂 4% のきつい下り坂です。ご注意ください、スピード出過ぎにご注意ください。私もちょっと排気ブレーキかけて、ちょっとスピード抑えにかかります。はい、綾部インターまで2キロと出ました。キロポスト66キロポストなんで、64キロあたりで綾部インターになるかと思います。はい、12時59分ですね。舞鶴若狭自動車道の南行き、三田神戸方面、横川ジャンクション終点ですね。横川ジャンクションの終点まであと 65.6 キロですね。制限速度は2車線の区間が80キロ、1車線絞り込まれたところが70キロ、工事しているところが、制限速度ではなく50キロに、工事、速度規制となっておると思います。はい、看板見えてまいりました。綾部インターが1キロ手前、65キロポスト、今64キロあたりで綾部インターになります。はい、13時ちょうどになりました。13時、お昼13時、ああ跳ねるね、道路ボロいね、ちょっとね。これ左ばっかり映ってるか、もうちょっと右映そうか。対向車線ちょっとぐらい見えてた方がいいね。ちょっとズームしてるからね、ちょっと程よさが分からへんね。
はい、綾部インターです。綾部インター13時ちょうど、綾部インター 64.0キロポスト、綾部インターです。こっから福知山まで10キロぐらい、もうちょっとあるかな。この先合流があります、注意してください。はい、綾部インター入り口合流です。綾部インター入り口合流、 63.7 キロポスト、13時01分です。1キロ先、1車線に絞り込みます。右車線がなくなります。1キロ先で右車線がなくなって絞り込みます。はい、もう2車線の区間で、今もう1車線を待たずにここからです。ここから70キロに制限、制限速度減りましたんで、スピード落としてください。はい、もう矢印も終わって秒が打ってあります。もう間もなく、はい、1車線になりました。対面通行です。70キロの道路、舞鶴若狭道、南行き、三田神戸方面、横川ジャンクション行き、横川ジャンクションまで残り距離が、キロポストこの辺打ってないか、打ってないことないよね。 62.7 キロです、残り。4% のきつい下り坂、あブレーキ踏まないかんだこれ。はい、福知山インターまで9キロと出ました。春日まで26キロです。春日インターチェンジは、春日インターの出口と、あの北近畿豊岡道という、あのまた有料道路、そちらの方に行く分岐というかジャンクションというかございます。北近畿豊岡道は氷上の方であるとか、あとね、田島方面、和田山であるとか、どうだ、なんだ、矢部であるとか、氷下氷の線、その先、豊岡市のちょっと手前、あの山の中に出るんやけど、あれなんていう、ちょっと出口、名前は忘れましたけれども、終点が氷下氷の線から一区間先にまで伸びております。まだね、豊岡の駅の方あっちまでは行かないんですけどね、さすがに城崎ぐらいまで繋がってくれたらね、城崎温泉も入りたい放題ですけどね、ちょっとね、降りてから城崎遠いですよね、高速降りてからね。電車で行かれた方が楽かもしれないね。はい、 61.1 キロポスト、13時03分です。この左側工事してるの、おそらくね、この片側1車線対面通行なのを、これ2車線2車線にするための 道路を作ってるんだと思われます。待ち遠しいですね、早く開通してほしいな。これ またこの辺コンクリート打って ないんですが、もう踏み固められてますよね。もうちょっと先行くとコンクリート打ってあって、もうあとアスファルトをかぶすだけかなみたいな、そんな出来具合になってて、もうすぐじゃねえと思ってたんですけれども、由良川やったかどこやったか、あの川を渡るあたりでふと見ると、あの由良川じゃないな、まあ福知山の市街地のあたりか、あの辺か川じゃなくて下に道路が走ってたんやったかな、そんなことで、あの橋にはなってるんですけども、橋桁しかなくて、まだ橋桁しかないんじゃしばらくかかるかなみたいな、まだ3年ぐらいかかるのかなみたいな、そんな気はしてるんですけど、まあ遅くとも5年ぐらいではできてほしいですよね。武戸部パーキングまで10キロと出ました。武戸部まで10キロで 59.7 キロポストかな、ということは武戸部パーキングエリアは50キロポストあたりにあるということですね。おおよそですけどね、50キロポストの50キロはどこから50キロかと言いますと、敦賀からではございません。横川ジャンクションから50キロです。はい、片側1車線、この区間は制限速度70キロ、このように今ちょっと見えとったと思いますけども、左側はね、あの工事中の道路、コンクリート打ってる区間もあって、もうちょっとでできたらいいのになとか、このトンネルもね、もう見た感じもできてるんですよね。これちらっとカメラで見えてますよね、左側。早く開通しないかなみたいなね。はい、被災地トンネル770メーターです。13時05分になりました。
トンネルの中はキロポスト 100m 置きに売ってないですね。ちょっと今何キロポストか分かりません。制限速度引き続き70キロの道路です。舞鶴若狭自動車道南行き、三田神戸方面行き、横川ジャンクション終点となっております。おそらくあと58キロぐらいかな、横川まで。はい、出ました。 57.9 キロですね、残り。はい、またきつい下り坂、 4% の下り坂はかなりきついです。ご注意ください。左側だいぶできてるね、これもう橋も渡ってるね、ここは。でトンネルができていると、開通が待ち遠しいですね、これね。なんせ鼻が詰まるね、鼻が詰まる、喉がいがらむ。失礼いたしております。この辺がまだなんですよ、あの橋桁の桁はできてるんですけども、まだ繋がってないんですよね。どうやって繋げるんかな、面白い工事ですよね、日本の橋を渡す技術、世界に誇る日本の土木技術。この辺は桁もまだできてないかな、ちょっと。はい、この人は川かと思ってたら違います、田んぼでしたね。田んぼです、川ではございませんでした。70キロです。鼻がもう詰まって詰まって。はい、福知山インターまで2キロです。福知山インターまで2キロ。この区間ちょっと工事区間なので、あのキロポストの表示が途切れております。伊佐沖トンネル320メーターやったっけ。キロポスト13時08分です。制限速度70キロ。まあまあきつい下りですね。何パーセントかな分からんけれども、下り坂きついです。でカーブは400の R、 これもまあまあ強めと言えますね。武戸部パーキングエリアまで5キロ、福知山インター 1.2 キロでしたか。ちょっと動体視力が追いつかへんというか、口が読めてませんよね。目で読めたとして脳で変換して口から出すまでに忘れるんですよね。3秒経ったら忘れるぐらいの感じですね。はい、この辺まだちょっと桁ができてない感じです。この辺桁ができて、いよいよ橋渡してくれたらもう間もなくかなみたいな。この福知山とかこの辺も交通量まあまああるんでね、早く2車線になってほしいなと思いながら走っております。楽しみですね。さすがはお金持ち、京都府福知山市、自衛隊のお膝元、駐屯地ありますね。人口がかなりいらっしゃるのでお金持ちですね。はい、福知山インターチェンジ13時10分。何キロポ、キロポストかなこれ。2車線に変わります。80キロの制限になります。53.3 キロポスト福知山インターチェンジ、 53.2 キロポスト、 53.1 キロポスト福知山インターチェンジ、入り口合流です。2車線になりましたので、ここから制限速度80キロに変わります。舞鶴若狭自動車道、はい、福知山市に入りました。中国道まで53キロ、
戸部パーキング3キロ、錦サービスエリアが27キロとなっております。はい、仕切り直します。舞鶴若狭自動車道南行き、三田神戸方面行き、横川ジャンクションまであと 52.5 キロです。制限速度はもうここから先横川まで80キロ、2車線ずっと2車線です。で、春日まで16キロ、丹南笹山口まで30キロです。 52.2 キロポスト、13時11分ですね。先ほどからね、間を空けずに喋り続けてるんで喉乾きますよね。鼻は詰まる、喉はいがらむ、喉乾く、もう大変なことになってきますけどね。天気も大変よろしいので、私のこの左腕が映ってしゃあないですね、これね、これ。はい、武藤部まで2キロと出ました。 51.6 キロポスト、武藤部パーキングエリアが50キロポストあたりにございます。この50キロというのは どこから50キロなんだっていうのは、横川ジャンクションから50キロということになるかと思います。敦賀から50キロではないですよ。敦賀はもっともっと遠いんでね。はい、武藤部パーキングエリアまで1キロとなりました。 50.9 キロポスト、やはり武藤部パーキング50キロちょうどぐらいにあるかと思われます。はい、この川何川、わからん、わからんね、書いてないわカーナビでも。動画の撮影時間36分超えてきました。長くなってきましたね。天気も良くてちょっとあったかいので、そろそろ熱でやられて一回強制シャットダウン食らうかなみたいな、そんな気をしております。嫌な予感です。クーラー当ててるんで大丈夫かな。はい、武藤部のパーキングエリア、武藤部パーキングエリア50キロポスト、ちょうど50です。武藤部パーキングエリア 49.9。はい、13時13分、いいさ、いいさです。この先、合流があります。ウトベパーキングはね、便所だけじゃなくて、売店っぽいのも見当たりましたね。あれ、売店なのか、自動販売機がいくつかあるのか、ちょっと降りてみないとわからないですけれども、綾部はちょっと売店どころか、自販機もないように見えましたけど、どうでしょうね。綾部パーキング、ひょっとしたら、パーキングとトイレしかないかもしれません。武藤部パーキングを越えて10キロぐらいかな、もうちょっと行くんかな、錦サービスエリアございます。そちらの方はガソリンスタンドもレストランもございます。一応サービスエリアなんでね。48.9キロポスト、13時14分です。若狭自動車道の南向き、横川ジャンクション方面、三田神戸方面行き、横川ジャンクションまであと48キロほどですね。 48.1 キロです。制限速度は80キロ、この先ずっと2車線の区間なんで80キロのまんまですね。車線どうせ封鎖してるんやからアスファルト綺麗に貼ってほしいな。あっちこっち掘り返してボコボコにされたらギコギコするじゃないですかね、こうやってね。で、
臭いし乗り心地悪いし、たまったもんじゃないんやけど。はい、46.9 キロポスト、13時15分になりました。三田、目的地三田まで残り55キロで、14時回ってくるのかなと思います。今の時点で40分かかってますので、おそらく動画の長さ90分ぐらいになるのかなと思います。まあちょっとあらかたも、あらかたのところで今日は早じまいしましょうかね。三田まで行ってもね、仕方ないですよね、説明してもね。丹南笹山ぐらいでやめときますか。丹南笹山まで30キロ切ってて、今あと25キロ切れたぐらいかな、25キロぐらいかな。あと25分走って切るか。ちょうど1時間ぐらいの動画になると。1時間の動画と1時間半の動画ではちょっと編集する側の労力としてしんどいんでね。はい、錦サービスエリアまで20キロ、錦サービスエリアまで20キロ、丹波第二トンネル1458m。 はい、20キロで、キロポストちょっと読み損ねました。トンネルの中なんでちょっと 100m ごとには刻んでないみたいです。次見かけたらお知らせしたいがちょっと見当たりません。13時17分です。令和元年2019年12月25日水曜日、クリスマスです。13時17分。舞鶴若狭自動車道南行き、横川ジャンクション行き、神戸三田方面行きです。片側2車線で制限速度が80キロです。京都府から兵庫県に入ります。 43.8 キロポスト、 43.7 キロポスト、 43.6 キロポスト。13時18分です。逆光眩しいね。薄く下っております。薄くっていうかまあまあ強いかな、もう排気かけてないか。でもブレーキかけなくていいぐらいの下り坂、緩い下り坂でした。今までのところは制限速度80キロです。このカーブ 400R ですね。はい、下り坂 4% ちょっと強くなりました。ご注意ください。もうこの辺から排気ブレーキかけないと辛いですね。はい、カーブは先ほどの右カーブが400に対してこの左カーブは450です。下り坂は 4%、 42.6 キロポスト、 42.5 キロポスト。13時19分です。なってるところはチェーン巻いてもいいのかな。チェーン脱着場みたいな看板はないですね。バス停かな。 41.8 キロポスト、 41.7 キロポスト。13時20分、もうほぼ1分おきぐらいには読み上げてますね。やりすぎかな。こんだけ言ったら鬱陶しいかな。他に言うことがないんですよ。カーナビ見てもね、丹波市とだけ書いてあって、もう家も何にもないから、山しかないからね、丹波市としか書いてないんですよね。
ちょっと案内することが何もございません。人里離れておって獣しか住んでおりません。獣のお家、市島町南と書いてあるな。獣のお家やのに。40.6キロポスト、横川ジャンクションまであと40キロ。錦サービスエリアまで15キロですね。40から15引くと25か。25キロポストあたりに錦サービスエリアがあるんではないでしょうか。トンネル、日が奥トンネル、ね、これ。まあちょっと拡大しておるんで、編集するときに見えて書こうという気があれば書くかな。トンネルの名前とか距離はいいですよね、別にね。39.6キロポスト、40キロ切ってまいりました。道の駅丹波おばあちゃんの里まで4キロ。これは春日インターを出られてすぐ右手にございます、道の駅です。その道の駅ですが、最新型の ETC2.0 という機械を備え付けて、その中にカードを入れてご利用になっておる方に限定されますけれども、春日インター1回出られて1時間以内でお買い物して戻ってこられますと、乗り直し無料っていうかね、そのまま継続して1回1回切られなくていいというか、まあそれは最新型の ETC 備え付けてる方のみの特典となっております。この看板がたくさん乱立してるでしょ。これ1時間以内にあれ乗り直ししたら料金据え置きっていうことで ETC2.0 限定となっておりますね。 38.3キロ ポスト、下り坂 3.8% です。やや強め。チェーン着脱場2キロと出ました。春日丹波まで出口1キロなので、まあ越えて1キロのあたり、37.6キロポストでしょう。35.5キロポストぐらいのところにチェーン巻けるような広いところがあるはずです。おそらくね、35.5ぐらいですね、多分ね。この川は何川？分からへんな。また通り過ぎてしまった。37.1キロポスト、37キロちょうど。はい、37キロで13時24分、春日インターチェンジです。春日インターチェンジ出られますと出口がございます。道の駅もございます。そして北近畿豊岡道に分岐するかと思います。あー、たくさん乗ってくるな。右は行きません。ずっと左折ったら君入れないよ。制限速度80キロの道路です。もう私の車76キロ以下で走らないといけないので、76キロで走っていいわけじゃなくて、76キロを4秒やると始末書かないといけないんで、会社のルールといたしまして、制限速度が80キロやろうが100キロやろうが関係ありません。はい、すいません、35.8キロポスト、この今左手に見えてます、この今ちょっと幅広かった区間が、チェーン着脱できるところではなかったでしょうか。いらんことを言ってる間に通り過ぎましたね、ごめんなさいね。35.5キロポスト、
もうこの辺りは広くなってないので、先ほどの 35.8 キロポストぐらいまでで終わっている、あのちょっと幅広かった区間、路肩がちょっと広いねぐらいの感じのところですね。はい、三段笹山口まで13キロで、三段西まで31キロやったかな、ちょっと読めませんでした、ごめんなさい。返す返す、いらんことばっかり言ってごめんなさい。はい、35キロポスト、横川ジャンクション、終点まで35キロです。舞鶴若狭自動車道南行き、横川ジャンクション終点向き、神戸三田方面行きですね。2車線の道路、制限速度80キロです。 34.6 キロポスト、13時26分です。だいぶ慣れてきたね、よどみなく喋るね、鼻詰まっててもね。私の速度が73キロオートクルーズ、これぐらいのペースで追いつくっていうことはあれ60キロぐらいで走ってるんですよね。 60とは言わんまでも65ぐらいで走ってるかな。どん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 みるみる追いついてきますよね。これを抜きに行くと並んだあたりでアクセル踏まれて抜けないわみたいな、そんなことになるんではないでしょうか。後ろから抜きに来てるね、早く抜いてくれ、追いついてしまう。このように制限速度以下でゆっくり走っておって追いつかれてね、別に私の車がスピード違反してるわけではなくスピード守って走ってるんですが追いつきました、このように。でまだ私抜きに行ってないんですけども、抜きに行った時にスピード上げて追い越しを妨害するのはやめてください。もういい加減ね、そろそろウィキペディアでも調べたらいいんですが、追い越し妨害はね道路交通法違反やと思いますよ、多分。ちょっと切れ味悪くてごめんなさい、調べてないんでね、何とも言えないんですけれども、煽り運転ばかりがちょっとね最近テレビでも取り上げられていやいや言われてますけれども、煽り運転も具合悪いんですが、追いつかれて追い越しに来てるの分かってての追い越し妨害っていうのも非常にタチの悪い悪質な運転なのでおやめください。それはちょっと毎度毎度申し上げてはありますけどもね、先ほどまで73キロであのペースで追いついて65キロぐらいで走っておるねって言ってたけど、もうあんだけ離れたでしょ、ぼーっと走ってるんでしょうね、携帯触りながら多分ね。で気が向いたらアクセル踏んでみるってね、私のようにスピード出してはいけないって泣きながらこうやって走ってるのと違って、踏みたきゃ踏んだらいいんだったら踏んでくれよっていう感じですけどね、こっち踏むわけにいかないんでね、遅い車の後ろ我慢して走るか無理やり抜きに行くかしかないんですけどね。はい、錦サービスエリアまで5キロとなりました。今現在 31.1 キロポストなので、本当に5キロであれば26キロポストあたりに、錦サービスエリアがございます。丹波第一トンネルは2357メーターの長いトンネルですね。あとね、トンネルの中暗いからかなんかわからんけれども、スピード落とされる方います。一応制限速度80キロそのままです。トンネルやからって50キロとかになってないんでね、やたらむやみにスピード落とすのはやめときましょう。そりゃゆっくり走った方が安全でしょうみたいな、細く走るイコール安全みたいな考え方はちょっとおやめになった方がよろしいかと思われます。まあ合理的な理由もなくスピード落として走られると交通違反で切符切られますよって、そういうことはないんですが、後ろ追突されたりとか煽られたりとかいうことはあると思います。
え、なんでこんなとこでブレーキ踏んでんのみたいなことにはなると思います。後ろ走ってる車からしたらちょっと迷惑な運転かなみたいな。まあ運転技術が足りなくてというか、それ以上スピード出すのが怖いとかね、まあ、そういう理由があるんでしたらもう無理なさらないでください。それはもう無理して80キロやったら80キロ走らなくても、70で走るのがもう私には精一杯という方は70で走られたらいいかと思いますが、このようにさっきね追いつかんかったでしょう。私の方オートクルーズで走ってるんでね、一定速度なんでね、またこれ70キロ切ってるでしょう。60キロぐらいで走ってると思いますよ、ここまで追いついてしまったら。なんでスピード上げない、迷惑やね。上げなさいよスピード。60キロですわ今。80キロの道路ですけどね、60キロでなんで走るんですか。迷惑やな、姫路ナンバーやな、迷惑やな。あれでしょ、気が向いたらまた踏むんでしょアクセル。じゃあなんで落とすの。はい、錦サービスエリア 2.5 キロ、上荒川27キロです。ほんまに下手くそやな。今もう私スピード変わらず73キロです。前の車じわじわ離れてるでしょ。こういうね迷惑な車抜きたいんですよ。一時的にでも追い越しの間だけでも85キロとか出させてくれたらいいんやけど、うちの会社は76キロ以上っていうスピードを4秒やったら始末書書いてごめんなさいって会社に説明せなあかんのでね、ボッコボコにどつき回されるんで、ね、もうこういう迷惑な車も抜かれへんのですわ。もう一日中こんなイライラするね。大きな運送会社とか、まあ、大企業の方々へもう30年前の やり方みたいなね、ちょっとやめませんかと。ちょっと道路と関係ないんですが、ね、全国で例えば日本で何万台と毎日走っていて、そのうち1台でも事故したら、事故があったから何かルールを新たに足さなければいけないみたいな、そのアホみたいなね、もう経営方針やめていただきたいね。真面目にっていうかね、事故もせんとこうやって頑張って走ってるもんが、いちいち一日一日日を追うごとにルールが増えていってですね、もう両手両足縛られた状態で運転してるような状態になってきてるんですよ。いい加減してほしいですよね。はい、26.1 キロポスト言ってたように26キロポストぐらいです。はい、もうパーキングでもどこでも行ってくれ、迷惑や。錦サービスエリア、錦サービスエリアです。13時34分、 25.8 キロポスト。この先もう10年前とか20年前とかもうちょっと私若い頃やったらね、パーキングエリアついていっておいこらーって止まって降りてきたところをちょっとおいこらーってやってると思いますわ。今ちょっともういい年のおっさんなんでそんなことしないですけどね。まあ、そういう時もありました。はい、25.2 キロポストですね。13時34分です。はい、横川ジャンクションまで残り25キロ、制限速度80キロです。制限速度は80キロ、私の速度73キロオートクルーズです。中国道まで25キロ、横川ジャンクションが終点となります。舞鶴若狭自動車道南行き、横川ジャンクション向き、三田神戸方面行き、 24.5 キロ、残り 24.5 キロ、丹南笹山口まで2キロです。丹南笹山口は逆に言いますと中国道から22キロぐらいかなと。
23.8 キロポスト。はい、動画撮影1時間を超えましたね。私の目的地まで30キロほどあるので、やっぱり目的地までを撮影してしまうと1時間半になってしまうかね。え、はい、23.4 キロポスト。兄さん寄ってらっしゃい。カブですね。13時36分です。先工事車線規制、10キロ先の話今されてもな、絶対忘れてるわ。はい、13時36分 22.5 キロポスト、関南笹山口インターです。関南笹山口インター 22.3 キロポスト、入り口合流がございます。ちょっとスピード落とさな、これ入られへん。どうぞどうぞ、アクセル踏んでちょうだい。アクセル踏んでちょうだいって言いたいね、あれね。ピアノ打ってちょうだいか。はい、22キロポストです。13時37分関南笹山口インター越えました。残り22キロを切ってきました。中国道まであと21キロぐらいですね。関南第二トンネル 550m、 まあこれは短いでしょう。これ21キロちょうど、 20.9 20.8、 13時38分三田西16キロ、横川ジャンクション21キロ、大阪68、広島315となっておりましたね。広島315は合うてるかな、ちょっと自信ないな。はい、 20.5 キロポスト、13時38分かな。関南笹山口でしょう。次が三田西インターぐらいで、その次上荒川パーキングエリアか、その次横川ジャンクションで、もうお伝えすること3つぐらいしかおそらくないよね。関南笹山と三田西の間に何かあったかな、ちょっとにわかには思い出せないけれども、大したことって言ったら怒られるか。もうないと思うんですけどね。19.6 キロポスト。もうそろそろ動画終わっていいですか。1時間3分、編集がね長くなるとめんどくさいんですよね。見ていただく方も大変かと思うんですが、まあ編集が大変なんですよ。文字とか入れなきゃいいけどね。撮ったやつを撮ったまんまそのままアップロードするんであればそんな楽なことはないんですが、一応文字も入れて説明ちょっと入れてやらんとね、見にくいというか。はい、19キロポスト。泣いても笑ってもあと舞鶴若狭自動車道は19キロで終点となります。19キロ行くまでの間に三田西インターチェンジと、上荒川パーキングエリアがございます。上荒川のパーキングエリアは、横川ジャンクションから2キロ手前ぐらいかなかと思われます。その1キロ手前ぐらいに三段西があるんじゃないかな、多分。トンネルの名前、関南第一トンネル。
距離まで見るのを忘れました、ごめんなさい。距離はね、このトンネルに書いてあるやつを見たら分かるんかな。あと 140m で、まあ、これは出口やからトンネルの出口ではないね、非常出口やね。 140m で横登って出れるんかちょっと見当たらなかった。この先 190m、 これは間違いないでしょう。まあ1キロないぐらいのトンネルかなこれ。はい、トンネル出ました。制限速度80キロの道路、13時41分、 17.2 キロポスト。うん、もうめんどくさいね。65分を経過してまいりました。舞鶴若狭自動車道いかがだったでしょうか。はい、強い目の下り坂、 3.7% の下り坂ご注意ください。きつい下り坂とカーブと複合しております。事故をご注意ください。難しいことはしておりません。別にテクニックなくても走れますが、よく単独事故でぐちゃぐちゃに潰れておられる方いますけれども、眠り運転なのか携帯を触っておられたからなのかちょっと分かりませんが、難しい道路ではないんですけれども、よく事故を見かけますんでご注意ください。残り16キロですね。400の R 下り坂、この下り坂も 3.8 でまあきついんですが、400の R もきついですね。でもまあ、制限速度の80キロで曲がられへんかと言ったら、十分曲がれます。落ち着いて運転されたら十分曲がれますので、速度落とさなくても結構です。別に自信がない方は無理なさらないでください。むやみに落とされるとちょっと後ろ車後ろへばりついてたら追突される恐れもありますので、むやみにブレーキ踏まれる必要はないかと思います。ハンドルしっかり握って前しっかり見て走ってください。むしろね、この今ちょっと薄く上り坂になってるかな、こういうところ失速しないようにそっちの方をちょっと気をつけてみてください。 14.9 横川ジャンクション残り 14.9 キロです。13時43分、舞鶴若狭自動車道南行き、横川ジャンクション向き、神戸三田方面行き、残りの距離が字が汚くて見えんかったな、字っていう看板が 14.4 キロ、残り 14.4 キロとなりました。はい、12月1日からチャンネル登録お願いしますみたいなことを言っております。もしよかったらチャンネル登録お願いいたします。もう1時間以上の動画になったね、ごめんなさいね。これ途中カットするとかいうのもカットがまだ難しいアプリなんでね、もうカットもしません。倍速再生っていうことにもしません。等速でやりますしカットもしませんので、おそらく68分ぐらいの動画になってるかと思いますが、長時間のご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼いたします。じゃあね、13時44分でした。さようなら。